先日デリック・ローズがインタビュー中に自分はホール・オブ・フェーマーやと、自分のキャリアが終わった後に殿堂入りするべきやと言うた彼の意見について今日は語りたいと思います。リクト AF。 こんにちは、リクトです。デリック・ローズね、このチャンネルでも大人気ですけど、殿堂入りという話になると、いやもう絶対ホールオブフェーマーやろうっていう人と、いやちょっと難しいかなっていう人と意見が結構分かれると思うんです。僕も気持ち的には彼は絶対にホールオブフェーマーやっていうスタンスですけど、感情抜いたら自信を持ってそうとは言えません。そもそも殿堂入りする選手っていうのは何をベースに選ばれるのかが気になると思うんですけど、それ自体が実ははっきりしてないから意見も分かれるんじゃないかなと思うんです。選手の場合、引退して5年目に殿堂入りが可能になる。でまずはスクリーニングコミュニティという9人のジャッジがいまして、そこで9人中7人がこの選手は殿堂入りするべきやと OK を出さないといけない。その後がボードオブトラスティーズと言って、その選手がバスケの名を汚すような犯罪を犯してないかっていうのを確認して、で最後はオーナーズコミュニティっていう、今度は24人の関係者のうち18人が OK しないといけない。全部それはいいんですけど、問題は誰がジャッジなのか、誰が実際に OK してるのか誰も知らないってことですね。 FBI じゃあるまいしいや教えてくれやですよね。そしてさっきも言ったように、何をベースに選んでるのか、例えば優勝に貢献した選手を優先するとか、勝つことは置いといてスタッツがとにかくすごい選手が OK されるとか、そこのところが曖昧やっていうのがバスケットボールホールオブフェームの一番のモヤモヤポイントです。あとモヤモヤポイントといえば、現在400人以上の選手や監督や審判やチームや関係者が殿堂入りしてて、毎年10人ちょっとずつ増えていく仕組みになってるんですけど、誰もかもが殿堂入りできるシステムもうやめようやっていう声も上がってます。入るべき選手が結構入ってない割には、この人が殿堂入りっていう人が OK されるケースが結構あるのは問題とされてます。こういろいろとね、穴があるバスケットボールホールフェームですが、引退した選手としては殿堂入り以上に嬉しいことはない。言ってみれば永久欠番よりもすごいわけですから、とにかくバスケというスポーツに大きくポジティブな影響を与えたというふうに認めてもらえた証なので、スターっていうのは密かにこれを目指してるわけです。そのスターの中の一人、デリック・ローズが殿堂入りするべきかについて語りたいと思うんですけど、まずはするべきやという理由から。彼は2008年のドラフトで全体1位で、出身地でもあったシカゴ・ブルーズに指名され、台本通り新人王を受賞しました。マイケル・ジョーダン以来のシカゴの救世主というイメージがつき、これから人気もスキルもどんどん上がるやろなと期待させてくれるような1年目となった。そしてたった2年目に彼はオールスターになり、3年目にはなんとレギュラーシーズンではブルーズをリーグ1の成績に導き、史上最年少の MVP として選ばれました。これがローズの殿堂入りにとって一番強いポイントです。元 NBA の MVP で殿堂入りしなかった選手っていうのは今までで一人もいません。今なんか古畑任三郎っぽかったな。先生、あちょっと兄さんいいですか、あそうですか、話それましたけど、そう、元 MVP で殿堂入りしなかった選手っていうのは一人もいません。それはそうですよ、一回はその選手は世界で一番貴重な、一番価値の高いプレーヤーっていうレベルにおったってことですから、それぐらい偉大な選手っていうのはその後何があろうと殿堂入りするべきですよね。もっと言いますと、ローズのレベルの高いプレーは CBA 契約のルールブックみたいなのにも影響があり、正式な名前ではないですけど、ローズルールっていうズバ抜けて上手い若い選手がちゃんと活躍した分のお金をエキストラでもらえるようなルールが作られたぐらいのインパクトがあったんです。ほんまこれからもう10年15年と NBA を背負うような存在になるやろと期待されてたわけです。ご存知の通り、4年目のプレーオフ1試合目でローズはキャリアを180度変えてしまうような大怪我を負い、残念ながらその日から MVP レベルの D ローズは二度と姿を現すことはなかった。そのまま NBA キャリアが終わってたら、多分殿堂入りできなかった初の MVP となってたと思います。いくら怪我から戻ってくるために頑張ったとはいえ、そんな選手他にもたくさんいるし、彼がエリートな選手として活躍したのはたったの3年、ファイナルにも行ってないし、オール NBA セレクションになったのも MVP シーズンのみ。イメージも怪我のせいでピークにたどり着けなかった、もったいない、かわいそうな選手で終わってたに違いありません。
よって殿堂入りはちょっと難しいかなという状況になってたと思います。しかしローズのキャリアには昨シーズン思いがけぬ変化がありました。この動画でも熱く語りましたが、全盛期の大スターでも滅多にできない50点試合を彼は残しましたね。引退をも何回か考えたことがあったローズは、惜しくも、狙ってたシックスマン賞は逃してしまいましたが、去年チームの貴重な選手として大怪我もせずに貢献し、 NBA コミュニティのハートをわしづかみすることができた。今季もデトロイトピストンズと2年契約を結び、不安定で評判が微妙なレジー・ジャクソンを追い越してスターメンポイントガードになれる可能性かてあります。通常で言えば27、8歳ぐらいから31、2歳ぐらいまでが選手の全盛期って言われてるので、30歳のローズはまだ絞り出せるジュースが残ってるはずです。今季からあと5年ぐらいプレーオフチームの貴重な選手として貢献できれば、殿堂入りは全然ありやと思います。その証拠に似たようなキャリアを歩んだホールオフフェイマーが何人かいます。例えばグラント・ヒルやトレーシー・マグレディ、彼らは怪我をするまではスーパースターやった。確かにヒルもティーマックも怪我をするまでのその活躍した時期っていうのがローズより長くて、2人ともセブンタイムオールスターやった。でもティーマックは2013年のスパーズでほとんどアシスタントコーチ状態やった時は除いて、あれだけのスーパースターやったのにもかかわらず、プレーオフ1回戦を一度も突破したことがなかった。そして怪我をしてからはお世辞にもチームに貢献したロールプレイヤーと言えるような選手にアジャストすることもできなかった。ヒルは大学でも2回優勝したし、バスケットボールホールフェームですから、その NBA ホールフェームじゃないんで、そういうのもカウントされるんです、評価されるんですね。あとは96年のオリンピックでも金メダルを獲得しましたけど、ほんまにオールスターオール NBA 選手として活躍したのはピストンズに所属してた6年間だけです。オーランドにトレードされてからは怪我でスーツ姿か渋いロールプレイヤーという役割に回されました。ローズは2人に比べてオール NBA とかオールスターセレクションは少ないですけど、その分 MVP を受賞しましたし、少ない年数の中でもプレーオフでは活躍し、 MVP シーズンはカンファレンスファイナルまで進んだ。だからこの先の狙いとしては、どうでもいいチームでスタッツを上げるのではなく、ヒルみたいにプレーオフチームにとって渋いロールプレイヤーになること、これが彼の殿堂入りにつながる重要ポイントになると僕は思います。あとはこのトピックでローズが一番比べられる選手がおって、ちょっと前の選手なんですけど、70年代と80年代にプレーしてたセンタービル・ウォルトン、ルーク・ウォルトンの親父ですね。彼は10シーズンしか NBA でプレーしなくて、そのうちの2シーズンは10試合ぐらいずつしか出場しなかった。そしてローズよりも少ない2タイムオールスターでした。同じく元 MVP で怪我によってキャリアが180度変わってしまった選手なんですけど、正直ローズよりもやっぱ格上のキャリアかなと思わせるポイントがいくつかありまして、まずは彼は怪我する前に1回ブレイザーズのエースとして優勝して、ファイナルズ MVP も受賞してる。そして怪我後にもセルティックスの一員として優勝して、その同じ年にシックスマン賞も受賞した。その上、これがね結構大きいと思うんですけど、ウォルトンは大学バスケ界のレジェンドで、歴代トップ5の大学バスケットボール選手と言うても大げさじゃないぐらいの結果を残してるということ。最初の2年間はエースとしてチームを優勝に導き、いいですか、88連勝を成し遂げた。漫画の世界。さすがにウォルトンと比べちゃうとローズもきついかなってなってしまいますが、元 MVP で怪我によってキャリアが完全に変わってしまった選手という意味では彼らは結構比べられるので、一応この情報も皆さんとシェアしておきました。他にもキャルビン・マーフィーとかは1回しかオールスターになってなくて、彼がおったチームはプレーオフに出損なった年の方がプレーオフに出た年よりも多かったとか、ケイシー・ジョーンズは素晴らしいディフェンダーでビル・ラッセルなどのおかげで8回優勝したので有名ですけど、 7.4 得点 3.5 リバウンド 4.3 アシストでホールオフフェイマーはないやろと批判されたりもしてます。このような選手も殿堂入りしてるので、ローズもチャンスがあるんじゃないかという見方もあるわけです。はい、では逆のローズが殿堂入りはきついかなという理由に移りましょう。やっぱ MVP を受賞したとはいえ、エリートやったのはたったの3年間、新人シーズン入れても4年間、さらにケチをつけると MVP を受賞
勝したシーズンってローズが MVP かっていうリアクションした NBA エクスパートが多かったんですね。2010年11年シーズンって言ったらもちろん The Decision ね、レブロンがマイアミに移籍した年やったんで、彼の評判はものすごい悪くなってたんです。 KD がウォリアーズに行った時なんてもうヘナチョコですよ。あれに比べたら初めてレブロンがヒートのメンバーとしてクリーブランドに戻った試合なんて、バスケの試合とは思えないような恐ろしい空気でしたよ。セキュリティとかも半端なかったです。だから今年レブロンの方が数字的にもインパクト的にもローズより MVP としてはふさわしかったけど、評判の悪さのせいでローズに MVP が渡ったと未だに信じてる人も少なくはないです。もしレブロンが2011年に MVP を受賞してたら、ローズが殿堂入りするかしないかっていう話は今頃存在すらしてませんね。まあでもそれは一旦置いといて、実際ね受賞したわけですから、まあ皆さんはねどうかわからないですけど、去年の50点試合の前に例えばクッソ弱いニックスでポイントガードしてた時とか、キャブスで引退を考えてた時とかにデリック・ローズはホールオフェーマーですかって聞かれてたら、まあアンケートとか実際にしてないし証拠はないんですけど、ほとんどの人がノーって答えてたと思います。でもこの50点試合によってね、ローズもよう頑張ったなと、ご褒美って言ったら失礼かもしれないですけど、これぐらいのメンタルタフネスを見せてくれた元 MVPなんやから殿堂入りしてええやろという雰囲気に変わったような気がするんです。これって言い換えるとプレーオフでもなくてレギュラーシーズンの普通の試合、この50点試合が殿堂入りか殿堂入りじゃないかを左右するってことですよね。言い方きついかもしれないですけど、これはちょっとローズに甘いんじゃないかなという考え方もあります。彼をサポートしたい、ここまで来るのに苦しい思いを何年もして頑張ったんやからっていう気持ちは 200% わかるんですけどね。僕も実際その気持ちがでかいわけやし、彼がリハビリしてる時に僕も結構大きな怪我をしてて、彼の影響で乗り越えることができたっていうのもありますから、パーソナルな面では僕の中では完全にホールオフェーマーです。ただ冷静になって彼のレジュメを見ると MVP と3タイムオールスター、まあルーキーオブザイヤーも入れましょう、それ以外にはこれと言うたものがない。 FIBA ワールドカップでは2010年と2014年に金メダルを獲得してますが、そこまで活躍してなかったですし、ワールドカップの金メダルは客観的に見てそこまでの価値がない。怪我のタイミングでもっと注目されてるオリンピックに出れなかったのは惜しいですね。大学ではメンフィスに寄った1年間はチームを決勝まで導きましたが、残念ながら大学に入るためのテストを誰か違う人に取ってもらったっていうのが後になってバレたことによって、罰としてローズがメンフィスにおった時の試合は全部正式に NCAA の歴史から消されてしまったんです。これはバスケの名を汚すことにも一応なったので、殿堂入りのジャッジされる時も多少マイナスになってしまったんじゃないかなとも思います。ローズもローズで、まあ、この前のインタビュー分析してみると、俺はバスケ的にどう考えてもホールオフフェーマーやと堂々と言うたってよりかは、俺はシカゴの治安の悪いところで育って成功者になる確率が少ないのにもかかわらず、小さい時からいろんなものを乗り越えて NBA 選手になったからホールオフフェーマーやというニュアンスやったので、多分自覚はしてると思うんです。バスケ的に見たらちょっと物足りないってことを。それもあって去年シックスマン賞というこんな賞も受賞しましたよという、まあ証拠になるようなアワードを狙ってたんじゃないかなと僕は思います。非常に難しい問題ですけど、最終的にジャッジされる時は、もし怪我してなかったら絶対化け物になってたでとか、いやかわいそうやろあんだけ能力あったのに怪我してとは言えないわけやし、彼が実際に成し遂げたことをベースに判断されることになります。となると今の時点ではローズは 100% ホールオフフェーマーとは言えないけど、まだチャンスはあるじゃないですか。あとは今季から引退するまでの彼のパフォーマンスにかかってくるんじゃないでしょうか。ピストンズで優勝できると言ってますが、まあね、このロスターではちょっと難しいとしても、この先1回でもキーメンバーとして優勝したら殿堂入り決まりでいいんじゃないかと僕は思います。ちょっと甘いのかな。皆さんはどう思いますか。ローズがこれから何をしたら間違いなしのホールオフフェーマーになれるか、1回でもオールスターになったらとか、優勝したらとか、シックスマン賞を受賞したら、あるいはあんな怪我をしたのに40歳までプレーしたらとか、いろいろとあるので、皆さんの意見もコメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。